今日は上野に来ております。今日は動物園行ってみたいと思います。はい、あのね、動物の写真は撮れないかもしれないけど、あの雑草とか上から読んでも、あ、うん、違うと思う、違うと思う、違う違う違う。モノレールなんですが、廃止、廃止なんですね。へえ、無料のシャトルバスを運行していますって。あ、そうなんだ。これは残念だね。残念だね。あら、じゃあ記念に撮っておきましょう。はい、チーズ。ありがとうございます。チーズ。あ、かっこいい。チーズ。ありがとうございます。よし。ここ初めて当たりますね。下ばっかり通って。あ、ここね。あ、通ったことあるある。パンダこの奥なんですって。ああ、まあ、40分待ちって書いてありますね。40分か。あのパンダ見たいんでしょ、加藤さん。いいですよ、付き合いますよ。でももうプレーリードッグ見たからいいから。あの何匹かいるらしくてですね、入り口が分かれていましたね。えここは全然混んでないんで、うん、あんまり可愛くないタイプのパンダなんですかね。そういうことはない、全部可愛い。そうなんだ、徳さんだけ可愛くない。パンダだね。あのここもそんなに、あ、でも混んでんのか。ちょっとここは20分待ちだって。あ、じゃあここにしてみよう。まあ、とりあえずここだけ行ってみましょうか。うん、20分だったら、うん、はい、チーズ。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。パンダ、はいはい、パンダ初めて見たと思う。記憶の中では初めて。もう一体見に行きますよ。うん、20分待ちの方だけど、はい、せっかくだからね。ね、はい、ありがとうございます。さっきのさ、ヒグマと比べちゃうとずいぶんちっちゃく見えるね。そうだね。ね、アイドル撮影会ですよ。みんなカメラを構えて。あ、かわいい。あ、こんにちは。なんか匂い嗅いでるね。綺麗。パンダ社の、パンダ社の花。よし。あ、パンダがいましたね。パンダちゃんです。パンダがいましたよ。はい、ありがとうございます。パンダ社なんですが、もはや加藤さんにパンダがいるかどうか関係なくなった。虫。虫？今は虫見つけたけど、まあ、時間がないかな。
でも可愛かったよパンダ。そうですか。じゃあよかったです。よかった。あのなんていうの、笹の森で出会っても怖くないねパンダならね。あ、そうですね。あの笹の森を進むと手が切れそうで、そちらも怖いね。こっち側に回ればいいのか。向こうにいたちっちゃいやつちょっと撮るね。はい、よし、ありがとうございます。よし、ワラビいないから。ああ、そうですね、カンガルーじゃダメなんですよね。加藤さんね、ちっちゃいワラビ、ワラビがいいんですよね。これね、いいね。これはどうですか加藤さん、この壁は。いいと思う、徳さんもやっぱり壁上の方も含めてですけど、ね、気になっちゃった。これは行くでしょ。どこにしようかな、ちょっと考えさせて。上野動物園結構レトロなの、意外と来てみたら、うん、結構古いですよね。体、壁もいいんだよね。壁もいい、うん、なるほどなるほど、よかったですね。動物関係なくなっちゃいましたね、はい、入場料払って壁を見物する。うん、なるほど、うん、よしよしよし、撮れました？いや、多分撮れてる。何ですか、何ですか？真実の口。嘘つきは抜けなくなっちゃうやつ。もう抜けないんじゃないですか？カバって羊羹みたいですよね。うん、あのこれ次本格的なカバみたいです。どうしました、どうしました。いや、カバ行きましょう。これ、うん、なんかちょっと素敵だなと思って。まあ撮るんでしょうね。まあ、ごゆっくりどうぞ。大丈夫大丈夫大丈夫。もうカバ行こう、カバ。いいね。操作がぶっ飛んじゃう。はい、チーズ。よし、ありがとうございます。よし。あのですね、カバもいいんですけど、この建物がまたレトロでね。本当だね。なんかあの温泉みたいじゃない？タイルで。温泉みたいですね。なんかいいよね。古いね。そうだね。これ徳さん来た時もこうだったんじゃない？覚えてませんね。はい、チーズ。霧を見て買い切ったくなったね。シマウマ
カイブルーですね。あ、いや綺麗ですな。ね、綺麗だね。撮ってみようかな。ここかな。はい、ありがとうございます。ゾウガメみたい。好きなのかな。おお。加藤さん、爬虫類とか全然大丈夫ですもんね。うん、そうだね。意外と平気な気がしてる自分では。わあ、ワニ。うわあ、うわあ、かっこいい。いや、見えない全然もう。ピントか。このスクラッチって内側なんだ。ああ、ワニの爪。あの二人とも蚊に刺されました。うん、かゆい。かゆい。あ、いたいた。あ、ゾウガメさんだ。いや、動物園楽しいね。楽しいですか。うん、よかったです、ね。なんかやっぱさ、地球は人間だけのものじゃないって思うね。そうですね。多分この人のものかもしれないですね。そうだね、これは強そうだな。後ろのマンションより背高いですもん。ああのこちらの方はエピオルニスさんというそうなんです。150年ほど前までは実在したんですって。いや、でかいっすね。いや、こんな感じですもん。はい、チーズ。やいあの。ペンギンもずっと見てられますね。ねえ、かわいいね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。いや、パンダよりこっちの方が好きですね、私。同じ白と黒でもね。うん、うわ、王様ペンギンのヒナも売ってんだ。うわ、かわいいですね。カワセミも売ってんの。これ自分で持ち歩いて写真撮ったらいいんだね。カワセミ撮りましたとかつって。あ、そうですね。あの背中に何かスカイツリーみたいなやつが見えてますね。あ、本当だ。スカイツリーだよ徳さん。あれあれスカイツリーですかね。そう、はあ、ここも忍ばずの池なんですね。そうですね。ってことはここハスやっぱりあれだ、見えんのかな。まあこの辺がみんなそういうことになるやつですかね。まだ大丈夫。まだ大丈夫。まだ怖くない。これだいぶ先でしょ、怖いのは ね、 そうですね。花が落ちた後が怖いですよね。そうね。フェンスの向こう側が忍ばずの池、あちらもね。うんうん、まあ、あっちの方は何度か行ったことあるんですよ。そうだね。いや、動物園は本当二人で来たら本当に初めてだったね。あ、こちらのね。うん、ここのさ、うん、上野動物園。日本平動物園よく行きますよね。そう、日本平動物園は庭みたいなところあるでしょ。わ、なんか、あ、これ本物ですかね。これ本物だね。動いてませんけどね。偽物じゃないですか。パフュームの皆さんじゃないです。3人いらっしゃってそれぞれポーズが。あ、動いた。あ、いや、あの奥の真ん中にいる首の角度は。リーダーすごい。あ、リーダーなんだね。真ん中だからね。
私にはこれもう姉川の合戦の後みたいな感じに見えるんですよね。もうね、矢がね飛び交ってね、これで大体一通り、はい、上野動物園の中を回ってきたっていう感じですかね、うん、楽しかった。はい、ああ、そして意外とレトロでなんか良かったよ。良かったですか。ああ、良かったから、良かったです。ああ、はい、ちょっと面白いですね。撮ってみましょう。はい、チーズ。よし、ありがとうございます。楽しかったな、動物園。はい、ということで、上野動物園終了になります。はい、この後このまま上野あたり少し歩いてみますか。うん、そうだね、行ってみましょう。あら、はい、ありがとうございます。かわいい。撮らせてもらおう。はい、チーズ。よし、はい、チーズ。あー、綺麗、いいですね。 ありがとうございます。アメ横ですね、はい、行ってみましょうか。はい、アメ横センタービル。ああ、月出てますね。ね、綺麗だね。大変。いや、もう情報が多くて。情報多いですね。食べ物もあるし、洋服もあるし、なんや、その食べ物の種類もいろいろあるし、魚屋さんが多いのかと思ったら、なんか魚屋さんばっかりでもないんですね。そうでもないんだね。うん、いろいろ屋さん、なんかやたらと中華屋多いですよ ね。かなりグロテスクなタイプの中華屋さん、あの千と千尋の神隠しのやつみたいな、ね、あーって食べる。いやいや、混んでます混んでます。すごい、あ、ここじゃない、よし、行け。何ですか、何ですか。ここ行こう、この中、この、これ。あー、はいはいはい、そこに何かあるんですか。魚屋さん。魚屋さん、うん、スーパーになってるから。あ、本当、うん、行ってみよう。少し見やすいかもね。あ、青になりましたね。行きましょう。はい、え、ここにそんなのあるの。あ、こっちだ。ユニクロの奥に。ユニクロ入っちゃいましたけど、ユニクロ関係なかったですね。1円だって。あ、黒豆もやし。そもそも38円は安いですけどね。黒豆 黒豆でね。はい、お疲れ様でした。はい、した今日は上野動物園ということで、はい、いっぱい写真撮ったんですが、今この後ろの上りは何ですか。ちょっとお魚でも買ってきませんか。そうです ね、上野ですもんね。うん、じゃあ食べて現像頑張ります。
シーラ。シーラ。